こんにちは、チェンソーマン情報局です。このチャンネルではチェンソーマンの考察や情報を発信しています。ですが今回のテーマはこちら、伏線を徹底解説、さよならエリのここがすごい。4月11日藤本たつき先生の新作読み聞、さよならエリがジャンププラスで配信されました。配信後その内容が衝撃的でかなり話題になっています。今回はこのさよならエリに含まれる伏線やオマージュについて解説します。このチャンネルでは他にも考察やイラスト紹介などの動画を投稿しています。よければチャンネル登録お願いします。描写表現。さよならエリの作品は手に持つスマホの画像から始まります。読者がこれからさよならエリという映画をスマホで見るというのを表現しています。小回りもほとんどのページが横長の4コマで構成されていて、人や背景などの描写や画角がまるで映画の映像のような視点で描かれています。また所々に描写に手ぶれが加えられていて、ユータが撮るスマホの映像を表現しており、漫画なのに映画を見ているような感覚になります。藤本たつき先生は今回漫画で映画を作りたかったのだと思います。エリについて。作品のタイトルにもなっているエリについて紹介します。エリのビジュアルですが、髪型と制服姿から綾波レイをモチーフにしているとファンの間では噂されています。エリはユータによって吸血鬼の設定で映画を撮られます。後にエリは本当に吸血鬼だったことが明らかになります。しかしこの作品は虚実が入り混じっているので、本当にエリが吸血鬼なのかユータの心の中の描写なのかは不明確です。しかしエリが食べても太らないと言っていたのは吸血鬼だったからなのかもしれません。また吸血鬼のエリは記憶を失って何度も蘇ります。廃墟の中の映写室の棚にある本の数が死ぬ前後で変わっており、エリの記憶の量を表現しています。映画の引用。さよならエリはいくつか映画をモチーフにして描かれているシーンがあります。エリが吸血鬼という設定は映画僕のエリ200歳の少女から引用されています。エリという名前や200歳が一致します。そして読み切り200ページという数字もここから来ていそうです。他にもこれらの映画から引用されています。ファイトクラブ、プロジェクト5、君の名前で僕を呼んで、藤本たつき先生の映画好きなところが伺えますね。母との対比。さよならエリの作中でユータは母親とエリの映画を撮影します。2人の映像が対比して描かれています。水族館、パフェ、野良猫。ちなみにここではユータの母は野良猫を取っても意味がないと怒っているのに対し、エリは野良猫を可愛がっているという対比も描かれています。映画の中ではどちらも美化したところだけ残しています。母親は本当はユータに対してきつく当たっていましたが、映画ではその部分は出てきません。エリもメガネと歯の矯正は外していて、切れやすいところや自己中なところは映していません。エリがメガネをかけているシーンが一切出てこなかったので、この作品は全て映画の中だったのかもしれません。最後に映画を撮らせていた目的についてですが、ユータの母は自分のドキュメンタリーのため、エリは自分の記憶を守るためでした。伏線回収。これまで紹介してきた以外の伏線について紹介します。エリは映画で戦いに勝利するシーンがあると小さくピースする癖があります。エリの映画を学校で見せてみんなをぶち泣かすことができた時、ユータも小さくピースをしています。レッドエクスプローションマザーは爆発オチでした。そして本作品の最後のオチが同じく爆発です。その爆発の CG はレベルアップしています。教師からもラストを爆発させたことを聞かれていて、
これが本作品の最高の伏線となっています。ただしこの最後の爆発は心の中のエリと別れることができたことも表現しているのかもしれません。いかがだったでしょうか。さよならエリの考察について紹介させていただきました。作品の後半の前後の辻褄がむちゃくちゃで、死んでた人が急に無理のある設定で生き返るところなどがまさに B 級映画でした。藤本辰樹先生は今回史上初の B 級映画漫画を作成したのだと思います。とんでもなく意味不明なもんを見せられてしまったと思う人が多いかもしれません。ですが最高だったでしょ。今後も藤本辰樹先生の作品のイラストや考察を紹介していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。